一致は夫と共に料亭を開いており、経営の方は軌道に乗っていた。ある日、近所に住む奥さんが一致が店を掃除しているところを目撃し、一致を清掃員だと思い込み、マウントを仕掛けてくるようになる。困り果てた一致だったが、ひょんなことで奥さんの弱みを握り、一致はその奥さんに反撃に出ることとなる。その奥さんの弱みとは一体？また、一致はお店を守ることができるのだろうか？清掃員だと勘違いして馬鹿にしてきた客にある事実を伝えた結果。誰か、私が経営している料亭につきまとっている近所のママの話を聞いてくれない？なんかヤバそうな匂いがするな。仕方ない、話を聞こうじゃないか。私の子供の時の話からさせてね。私はパチンコ大好きな毒親育ちだったせいで、小さい頃から食べるものがないほど、貧乏な生活をしていたんだ。お風呂も1週間に1度入れたらいい方で学校へはいつも不潔な状態で通っていた。そのため、私はよくクラスメイトからゴミや貧乏神とあだ名をつけられて、嫌がらせをされる日々を送っていた。そんな私を見かねたシングルマザーのおばが、100万円と引き換えに私を引き取った。引き取られた日におばが作ってくれた手作りハンバーグを食べた時に、初めて手料理がこんなにも美味しくて温かいものだということを知った。今思えば、その時から私は料理というものの虜になっていたと思う。おばは料亭を営んでおり手伝わなくていいと言ってくれたんだけど、私を助けてくれたおばの手助けがしたいのと、自分が料理の勉強をしたかったので無理やり手伝った。その後、おばは料理を勉強したいという私の希望を汲み取ってくれ、料理学校への入学を勧めてくれたので、奨学金を利用して入学。料理を勉強すればするほど私もおばのように自分の店を開きたい思いが強くなっていったので、卒業後、私はおばに本格的に弟子入りする形となった。おばは私に料理のこと以外にも、接客の方法や店の経営をするために必要なことを教えてくれた。その結果、数年後にはおばに太鼓判を押してもらったのと、自分の店の開店資金が貯まったので夢のために動こうとした矢先に事件が起きた。おばが病気で手が動きにくくなってしまい、以前のように料理ができなくなってしまったんだ。おばには私と同じ年の息子がおり、私と同じようにおばに憧れて今までは違う店で、板前の修行中だったんだけど、おばの願いもあって私と息子でおばの店を切り盛りすることになった。気づけば、おばの息子と私は恋仲になって結婚して、今は姑であるおばと3人で暮らしている。店の方も代が変わったからといって常連さんは去っていかなかったし、最近はネットでの宣伝もできるので前よりも店の知名度が上がり、店の経営は順調。仕事が楽しすぎて子供を産むことはできていないけど、子供の時の私には考えられないほど今の私は幸せ。でも、それに水を差すような出来事が起きたんだ。ある日、私が店の清掃をしているところを近所の奥さんに見られたみたい。普通であればどうってことはないんだけど、後日その奥さんは私を見つけて、一致さん、あの有名な料亭の清掃員だったのね、と話しかけてきた。その奥さんのことを今後は A と表記するね。この言葉だけだと、A が私にわざわざ話しかけてきた意図が、わからなかったんだけど、A の次の言葉で全てを理解できた。A は、清掃員なんて底辺の仕事してるだなんて知らなかったわ。このことを近所に知られたくないわよね。なら、これで手を打ってあげましょうか？と、言いながら私に3本立てた指を見せてきた。要は、近所に底辺の仕事をしているってバラされたくなかったら、おとなしく口止め料として3万円を払えということ。確かに私が住んでいる地区は、最近新しく開拓してできたところで、相場より土地代が高いので、セレブが住むことが多い。私たち家族はおばが生活しやすい環境を整えたくて引っ越してきたばかりなんだけど、お金持ちが多い地域でも変な人はいるんだなと早々に気持ちがめいってしまったよ。私は A に、働いているのは確かですが、バレて困ることは何一つありません。と、A の提案を拒否して帰ってきた。できれば、それで諦めてくれたらよかったんだけど A の場合は逆に燃えてしまったみたい。私とのやりとり以降、近所で。一致さんはホストに貢ぐために旦那さんに隠れて清掃員のバイトをしている。一致さんの旦那さんが安月給みたいで毎月家のローンの支払いが大変みたい。一致さんは浮気をしているから遊ぶ金欲しさに清掃員のバイトをしてるのよ。など、私に対する変な噂が流れ始めた。偶然、近所に私の知り合いが住んでいたので変な噂が流れていることを教えてくれたんだ。知り合いにその話を詳しく聞くと、その噂は A から聞いたという情報が多かったので、おそらく変な噂を流している犯人は A だと思われる。ただありがたいことに、この辺に住んでいる住民たちは、
他人の噂話を本気で信じる人がいなかったので特に私や家族に大きな被害はなかったよ。また、A は私と接触してきてからちょくちょく私の店に来るようになった。私はどうしても接客だけは苦手で、接客は基本的に夫か雇っているバイトの子がしてくれるので。私は仕事中はよく厨房に引きこもっていることが多い。なので、A は私が料亭の清掃員という認識のまま夫やバイトの子に店に来るたびに。一輝さんっていう清掃員の人、ちゃんと仕事してないんじゃないの？さっき店の前にゴミがたくさんあったわよ。と、嬉しそうに伝えてくれる。もちろん、夫もバイトの子も A の言葉を信じずに笑ってスルー。それだけなら、店側に被害はないので特に何もアクションを起こさないんだけど。とうとう A はネットの口コミサイトに。あの料亭の料理や内装は綺麗なのに店の外だけゴミだらけ。清掃員さんがきっと仕事ができないのね。という非難コメントを残してくれた。完全に一致のことを潰しに来てる感じやな。これは名誉毀損だけではなく営業妨害にもなるのでは？証拠は取ってるの？さすがに店の悪口を書かれてしまってはこちらも黙ってはいられない。なので、いろいろと A 対策の作戦を練ってきたところ、おばが A が店に連れてきている男の人が毎回違うことに気づいたんだ。なので、私たちは A に言われたことややられたことの証拠の確保と、被害損額の計算をしつつ、A の周辺のことを調べることにしたんだ。どうやら A は子供を放置して旦那さんが単身赴任なのをいいことに。マッチングアプリなどを活用して他の男性と毎日遊びまくっているみたい。そのことを知ってから、反撃の切り札になればと思い、A が店に来た際に A とその男性との写真を確保したり、店の前に防犯カメラを設置して、A が店の前にゴミを捨てている様子も録画した。A がゴミをばらまいてたんか。ええ感じで証拠が揃ってきてるやん。もう名誉毀損と営業妨害で訴えられるのでは？子供を放置したり浮気をしている A の流した噂だから。大事にならなかった感じかな？そろそろ集めた証拠を持って警察に一度相談に行こうかと思っていた矢先に、夕方に公園で一人で遊んでいる幼稚園くらいの女の子を見つけたんだ。その日は冷えるとニュースで聞いていたので女の子に早く帰りなさいと伝えようと近づいたんだ。そして、その女の子に話しかけようとしてその子の顔を見た瞬間に衝撃が走った。その子の顔は、小学校の時に私のことをゴミやら貧乏神やらとあだ名をつけて、嫌がらせをしてきた女の子にそっくりだったからね。え、どういうこと？その女の子って放置されてたんだよね？もしかして A の子だったりするの？結論から言うと、その女の子は A の子供で、A は私に嫌がらせをしてきた主犯格だったんだよ。その女の子は自分のフルネームと家の場所を言える子だったので、その子が A の子だということはすぐに分かった。A のことは名字で呼んでたので名前まで知らなかったんだけど、A の子と一緒に家に見に行った時に表札に A の名前を見て全ての糸が繋がったよ。その瞬間に、かつて A に、汚いから洗ってあげる、と言われて学校の廊下を拭いた雑巾で頭や教科書を拭かれたり、給食の時にわざと私の分だけ量を減らされた嫌な思い出が一気にフラッシュバックした。気持ち悪くなって A の子を置いて帰りたかったんだけど、その子は家から追い出されたようでフラフラしていた。それを見て私の過去にも重なって見えてしまって、私はいても立ってもいられなくなり、その子を店に連れて行き、食べ物を食べさせ、そのまま警察に行って保護してもらったよ。放置庫に餌付けはしたらいけないとは言うけど、今回の行動は適切なのでは？今までは A のことをわからなかったのか。私自身、昔の辛い過去に蓋をしていたの。A が私に嫌がらせをしていた人間だと。その時までは全く認識できなかったね。二度にもわたり私を苦しめたことを思う存分に後悔させてやると心に決めたところ。ちなみに、A にする仕返し作戦はもう決まってるの？復讐内容は決まってるの？復讐ってほどじゃないんだけど、次の休みに A がまたこの店の予約をしているんだ。電話でバイトの子が A の予約を対応した際に、その日は重大発表があるから、家族の他に義家族も私の家族も来る予定ですのでお願いします。と、言っていたのでその時に爆弾を仕込んであげようとか思っている。浮気と未遂の営業妨害と名誉毀損と放置この証拠を見せて差し上げろ。かなりヤバい Z やな。きっと喜ばれると思うよ。今まで貯めてきた証拠の数々をとうとう使う時が来たかと思うと、今からでもワクワクしてしまう。次の週末の予約なので、どうなったのかまた報告しに来るね。こうして、一輝は子供の頃から嫌がらせをしてきた A との戦いをするべく、週末に備えて、一時スレを離れていった。そして、一輝が書き込みをした一週間後、一輝が再びスレに報告をしに来た。
以前、近所の奥さんに私が経営をしている店と私に執着している話をさせていただいたものだけど、覚えてる人はいないかな？覚えてるよ。一致の障害が壮絶だったのでよく覚えてるよ。ちゃんと A と戦うことはできたのかな？結論から言うと、私の完全勝利になったよ。あの書き込みを、A の予約の日の当日までに A は一度。そろそろ、お金を払う気になったかしら？今なら噂もお店の口コミも消してあげてもいいわよ。と、言ってきた。でも、私は、あなたに払う気はありません。これ以上何か言うなら出るとこ出ますよ。と、言ってやった。A は私の言葉はただのハッタリだと思っているようで。強がっちゃって。と、煽ってきてたよ。その時の A の人をバカにしてくる表情は小学校の時に私に嫌がらせをしてきた表情と、全く同じだったことで私の中の A に対しての復讐心がより高まった。そして、A が店を予約してきた当日、A 家族たちが予定通りに店に来た。普段は私は接客の側に回ることはしないんだけど、その日だけは A たちの部屋に料理を運んでやった。すると、私が料理を運んできたことに気づいた A は私を嘲笑いながら、ちょっとなんでここに一致さんがいるのよ。と、話しかけてきた。その横から A の娘が私のことを覚えていたようで、おばちゃん久しぶり。と、元気よく挨拶してくれた。その異様な光景に A 夫婦と互いの両親が一気に私の方に目を向けてきた。私は A たちのテーブルに料理を運びながら、私はここで働いているので、料理を運んできても不思議ではないですよ。と、A には冷たく言い返し、A 娘には笑顔で挨拶を返した。A は私の態度にカチンときたようで、店の中のお客さんに聞こえるほどの大きな声で、清掃員の分際でなんで店の中に入ってきてるのよ。ただの清掃員の分際で料理を触るなんて頭おかしいんじゃないの。汚い菌を持っているかもしれないのに娘にも勝手に話しかけないで。ちょっとこの店の責任者を呼んできてよ。と、言いながら私に近づこうとする A 娘の腕を引っ張って距離を取った。A の言葉に、聞こえていた他のお客さんと A 旦那とその両親はドン引きしていたようだけど、A の両親は、この店は清掃員が料理を提供するの？娘の言う通り飲食店ではそういうところは区別してほしいわね。と、A の援護射撃をして私を責めてきた。なので、私は A たちに、この料亭の責任者は私です。店の清掃はバイトだろうが責任者であろうが関係なくやるものだと思っています。なので、清掃員すら雇っていませんよ。あと、もちろん手洗いや除菌もしっかりしているので不潔と言われるのは間違いだと思います。と、今まで黙っていた真実を告げた。A は私が店の責任者だとは信じてなかったようで。何度も店に来たことがあるけど今まであんたのことを見たことなかったわよ。本当にあんたが責任者なんだったら何か証拠を持ってきなさいよ。と、言い返してきた。なので、私はその場に夫に来てもらい、私が店の責任者ということを証明してもらったよ。今まで夫が店の責任者だと思っていた A の驚いた顔は今思い出しても笑える。近所に住んでるのに A は一致の旦那を見たことなかったんやな。店の責任者って夫じゃないの？夫は朝早くに港に競りに行ってからそのまま店に行き、夜遅くに帰ってくる生活をしているので、近所では夫を見かける人が少ないんだ。その上、オフの日は基本的に家から出ないし、もし出たとしても、夫は私服がダサすぎるので、店での爽やかな感じの板前さんが私の夫だと気づかれることはほとんどない。ちなみに、前に夫が着ていた私服はなぜか横縞模様の T シャツに、縦縞模様のズボンだったので見ていて目が回りそうだったよ。おばの店を継ぐ話になった際に夫は、俺は料理は勉強したけど、経理とか経営のことは数字が嫌いだからできればやりたくない。と、言ってきたので書面上では私がこの店の最高責任者になったんだ。まあ、私一人では店を回すことができないので実質は夫と私の権限は変わらないけどね。話は脱線したけど、私が店の責任者ということを認めざるを得なくなった A は私に、あんたがそんな大事なことを隠していたせいで私が大恥をかいちゃったじゃないの。責任を取りなさいよ。また斜め上なことを主張し始めたんだ。まともそうな A 旦那とその両親が A を止めてくるんだけど、A 両親が、騙された娘がかわいそうだ。ちゃんと納得いく説明をしてくれ。と、変わらず A の援護射撃をしてきた。私が今から聞かせる内容は子供が聞くようなものではなかったので、まず、A 娘と A 旦那母に別の個室で待機してもらうように促した。そして、残ったメンバーに対して、ここ最近、A さんがこの店に対して営業妨害をしているのはご存知でしょうか？と、聞きながら過去に A が店を悪く書いた口コミのコピーや、
A が店前にゴミを捨てていく様子を撮った動画を見せてやった。A は証拠を確保されていると思ってなかったようで一気に顔が真っ青になり固まっていた。私はさらに続けて、現段階では A さんが行ったことで大きな損害はないんですが、この口コミのせいでご新規で来られるお客様が先月と比べて減っています。このまま A さんが店に対して悪質なことを続けるなら損害賠償の請求をさせていただく可能性があります。と、A たちに言ってやった。A はさすがにこのままだとヤバいと思ってくれたようで、やめればいいんでしょ。わかったわよ。と、言いながら、その場で悪質なコメントを削除してくれた。A は削除した後に、私へ反撃のつもりなんだろうけど、今日はお腹に二人目の子供ができたっていい報告をする予定だったのに台無しになったわ。あんたみたいに子供も育てたこともないで基礎こないの女にはわからないでしょうけどね。と、言ってきた。その時に以前公園でお腹をすかしながら一人で寂しそうにしていた A 娘の顔がよぎり、妊娠おめでとうございます。さすがに新生児を放置したら危ないので、遊びに出かける際にはお子さんは誰かに預けるようにしてくださいね。と、思わず言い返してしまった。A が子供を放置しているという私の口ぶりに A 旦那サイドが疑いを持ち始め、A を問い詰め始めた。どういうことなのかを A 旦那に聞かれて A はしどろもどろになっていたよ。今にも喧嘩が始まりそうな雰囲気の中、私はとどめに。あ、そういえば、A さんが前に来店した時に一緒に来ていた男性の方が、席にライターを忘れていましたのでお返しさせていただきますね。と、言いながら A の浮気相手が忘れていったライターを A にて渡した。その現状に A 旦那は、このライターは完全に男物じゃないか。お前もしかして浮気してたのか。と、A により強い口調で攻め始めた。A はいろいろと言い訳をしていたけど A 旦那が納得するには至らず。さすがの A 両親もこの状況で A の援護射撃ができなかったよ。A 旦那は最終的に、A 娘はどんな結果であろうと俺の大事な娘だから鑑定はしないが、お腹の子は一度 DNA 鑑定をさせてもらう。と、言い残してほとんど料理に手をつけないままコースの料金を置いて、A 娘を連れて店を出て行った。A は A 旦那に、DNA 鑑定だけはやめて、お腹の子はあなたの子なのよ。と、泣きながら DNA 鑑定を強く拒否していたので、きっと企んさせる気満々だったと予想している。A 旦那の方も同じことを思ったのか泣いてすがる A に冷たい視線を送っていた。私は A 旦那が店を出ていく時にこっそり A がこの店に一緒に来ていた男性と、楽しそうに食事をしている写真を渡してあげたら頭を下げて感謝してくれたよ。A 旦那側はいい人っぽいから A 娘ちゃんもこっちで育ててくれた方がいいよね。その後、残された A と両親は逆恨みしてこなかった？お察しの通り、残された A とその両親には、あんたが余計なことを言ったせいで離婚を突きつけられるかもしれない。もしそうなってしまったらお前の責任だから慰謝料を払え。と、主張してきたよ。もちろん、私が慰謝料の支払いする義務なんかないので拒否してやった。私が言うことを聞かないことに切れた A 家族はテーブルをひっくり返したり、料理で使っていた皿やコップなどを私に投げつけてきた。事前に夫が変な客がいると通報をしてくれたためすぐに店の中に警察が入ってきて、暴れる A 家族は警察官に捕まって、そのまま警察署にドナドナされていった。気に食わないことがあると暴れるところは小学校の時から変わらないだろうと思い、A たちへの料理にあえて安物の皿を使っていてよかった。くさ、ちゃっかりしてるな。一致は怪我はしてなかったの？このままだと何か手を打たないと闇討ちが怖いな。私は持っていた鍋の蓋を盾にしていたのと本当にすぐに警察が来てくれたんで、怪我はしてないので大丈夫だよ。でも、店のものをぐちゃぐちゃにしてくれたので A たちに対して賠償請求はすることにした。実は A のことを調べていくうちに、A 父の勤めている会社の社長が、叔母の代からこの店を贔屓にしてくれていたことが判明したんだ。今回、店で暴れた A たちに誰よりも怒っていた叔母はその事実を社長に聞くったみたいで、それまで支払いをごねていた A たちがすぐにお金を振り込んでくれた。なので、A 父がその会社で働いているうちは私の店に何か仕返しすることはないと思われる。あと、やっぱり DNA 鑑定の結果、A のお腹の子は浮気相手の子だったみたいで。それが決定だとなって、A 夫婦は離婚することになった。ちなみに、A 娘は DNA 鑑定はせずに A 旦那が引き取ることになって、A 旦那両親の手を借りながら育てていくみたい。その過程で、A のお腹の子は流れてしまった上に、浮気の慰謝料と A 娘の養育費を稼ぐために、風の噂では昼間は清掃員として働いて夜は体を使ってお金を稼いでる様子。あの A がおとなしく働いてお金を稼いでいるのは、多分おばが A 父の会社の社長に、
養育費と慰謝料をしっかり払うように圧力をかけるようお願いしているからだと思う。前におばが、娘は子供の時のイッチによく似ている。私は昔から不運な子を見ると勝手に体が動いてしまうのよねー。と、私に聞こえるようにつぶやきながら、父の会社の社長さんに電話していたよ。おばグッチョブ。いい仕事してくれる人やね。だいぶおばの手を借りなくてもなんとかなるようになったけど、まだまだ教えてもらうことは多いと改めて痛感したよ。今から仕込みをしないといけないので、これにて失礼するね。こうして、イッチはエイトの戦いの結果をスレに報告し終えてから、二度とスレに戻ってくることはなかった。今でもおばと夫と一緒に仲良く過ごしているのではないだろうか。もしもあなたにイッチのようなご近所さんがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか。コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、SNS の普及によって今回のように悪質な口コミをした際に、名誉毀損で裁判になってしまうケースは増加傾向にあるようです。